タラーン、ヤッホー、ジャッホータイトルに書いてある通り、今日はマナのお腹の中にいる赤ちゃんの性別発表です。お待たせしました。これはこの前ベイビーシャワーやった時にいただいたプレゼントです。お分かりいただけましたでしょうか。お分かりいただけただろうか。めっちゃ怖い、めっちゃリアル。それだよね、本当に。そう、まあ、ベイビーシャワーの動画もしかしたらメインの方では載んないかもしれない。持って見にかな。だね。そう、あんまね、撮れなかったんだね。そう、忙しくて。そう、みんなざわざわガヤガヤしてて。なんで、まあ、もしかしたら没収みたいな感じで、ミニに出るかもしれません。そう、なんか本当はもっと早く言いたかったんだけど、ちょっとあれだったんだよね。そう、先生も微妙な感じ。そうそうそう、かなかなって感じだったから、次で確実に分かりますって言われて、この前16日に行って、性別言いましたっけって言われて、そう、言いましたけどみたいな感じで言ったら、そう、今日は確実なお知らせです。そう、正確なもう確定。じゃあ発表します。ドゥルルルルルルルイくんの新しい兄弟は妹でーす。これ危ないし、私の夢の一男一女です。マナがずっとね、女の子がいい女の子がいいって言ってたから、本当に叶っちゃったね。女の子、まあでもね、なんか結構当たってる人いっぱいいたよね、うん、お腹の感じとか、あと顔つきとかで女の子かなって言ってる人が多くて、みんなすごいなって思ったね。前はさ、うん、みんな男の子だったけど、今回はみんな女の子だったから、まんまるっとしてる、本当に。なんか本当にそういうのってあるんだね、男の子と女の子ね。家族も今回は、いや女の子かなって感じだったから、すごいね。でも一番実感してるのは私なんだけど、もう本当に違う、お腹の出方が。ルイの時はもう前に突っ張った感じだったけど、今回はもうまん丸って感じ、本当に楽しみ。病院で前に撮ったビデオがあるから、それをそれが見ていただきたいと思います。こちらです、どうぞ。 VTR どうぞ。膀胱なんですね。ここをまた今見てるんですけど、明らかにはついてない。ちょっとなんともいないですね。はい。いや、面白かったですね。あ、そうですか。この VTR は。そうですか。まさかあそこで交通事故が。全然面白くない。はい。ということで、女の子でした。当たったかな、みんな。さあ、どうでしょうか。もうね、コメントでもみんな、性別どっちですか、性別どっちですか、女の子ですか、男の子ですか、ずっとコメント来てたね。みんなもイライラがもうここまで来てたね。でもこの動画でそのモヤモヤがスッキリしてくれるといいね。はい、じゃあそんな感じで発表しました。発表終わり。じゃあ今日の動画この辺で、バイバーイ。